BBC を筆頭とする海外メディアが日本人の地震対応の姿を見て衝撃を受けました。地震大国と称される日本は今回の能登半島地震を含めて幾度となく大地震に見舞われていますが、国民は決してくじけることなく、いつも素晴らしい復興を遂げています。その秘密は国家の根幹をなすシステム、そして日本人の国民性にありました。というのも、日本以外の国々でも巨大地震は発生していますが、なかなか迅速には対応できない現実があるそうです。果たしてこれらの国と日本の間にはどのような違いがあるのでしょうか。今回は BBC が称賛する日本の実力と、被災国の日本が諸外国から尊敬される理由、それに対する海外からの声をご紹介します。日本を思う世界各国の首脳たちの対応に魂が震える。元日に起きた大惨事能登半島地震に関する情報は、日本のメディアの地震速報を通じていち早く国民に知らされました。今回発生したマグニチュード 7.6 の大地震は強烈な揺れを伴い、石川県志賀町では震度7を観測。震度7の観測は2018年9月6日3時過ぎに起きた北海道胆振東部地震から約5年ぶりであり、日本はたびたび大地震に見舞われていますが、震度7の揺れを経験した人はごくわずかと言えるでしょう。また震度7が導入された1949年から数えても、日本では今回の能登半島地震を含め今まで6回しか観測されていません。そして能登半島地震では津波警報も発表されたため、地震速報を食い入るように見ていた人たちは東日本大震災の惨事を連想したことでしょう。さて、今回の地震発生後の様子は日本に追随するように海外のメディアでも取り上げられており、イギリス BBC ではライブフィードを通して倒壊家屋の写真映像などで地震のリアルな惨状が次のように報道されました。日本時間1月1日16時10分頃に発生したマグニチュード 7.6 の地震は、最初の地震発生後も地震活動を続け60回ほどの余震を伴った。地震の影響により数千人もの人たちが避難所に身を寄せて夜を過ごしたが、多くの建物が倒壊した町では瓦礫に閉じ込められている人が大勢いる模様。また BBC は日本旅行の最中に地震に遭遇した外国人にインタビューし、事の詳細を伝えています。例えば白馬アルプスでスノーボード休暇を楽しんでいたスノーボーダーは、ホテルの部屋で過ごしている時に地震が発生し、部屋がグラグラと揺れたそうです。そしてスノーボードの仲間と一緒にいた中国上海からの旅行者ボールドウィンチア氏はロイターの取材を受けて、雪崩の発生を危惧していましたが、そのような報告は入っていないと語りました。また彼は続けて、日本は地震が多いと知っていたが、今回のような大地震を経験するとは考えてもみなかったと述べています。その他にも在日英国人のアンディ・クラーク氏は、富山市沿岸部の都市で過ごしている時に地震が発生し、沿岸にいたため津波を警戒しながら不安な午後と夕方を過ごしたそうです。この時クラーク氏は津波から身を守るため学校の屋上を目指しましたが、地震の影響で体勢を維持するのが難しく、移動する際には防潮堤に触れながら体勢を整えたといいます。また彼は余震の恐怖によって眠ることが困難だったと当時の心境を語りました。他にも神田大学で教鞭を取るジェフリー・ホール氏は、地震発生時能登半島から離れた横浜で過ごしていたにもかかわらず、地震の揺れを2分間ほどはっきりと認識したそうです。こうした地震の発生を受けて、日本の同盟国は東京に災害支援のメッセージを届けています。例えばアメリカのジョー・バイデン大統領は、日本が必要とするあらゆる支援を提供するための用意があると述べました。日本にとってのアメリカは多くの同盟国の中でも緊密な国の一つに違いありません。バイデン大統領もそれを強く認識しており、次のような日本を励ます声明を出しています。日本とアメリカの間には親密な友情の絆があり、両国を結びつけている。日本が困難に直面している今、アメリカ人の思いは日本人と共にあるのだ。またイギリスのリシ・スナク首相からも支援表明があり、日本を支援する用意がある、我々の心は甚大な被害を受けた全ての日本人と共にあると述べました。このように世界各国の首脳たちは日本を支援激励する声明を迅速に発表したのです。この事実から世界の国々がいかに日本に対して関心を寄せているかが見えてきます。日本が誇る津波警報システムの異次元の実力とは、私たちが住んでいる日本はご存知の通り
世界的に見ても極めて地震が発生しやすい国で、年間の発生頻度を見てみると、日本は中国、インドネシア、イランに次ぐ世界第4位となっています。このように地震が多発する要因は、日本が環太平洋火山帯に含まれているからです。この環太平洋火山帯とはその名の通り、太平洋を取り囲むように形成された火山帯で、日本はこの上に重なるように位置しています。ちなみに地表を覆っているプレートは巨大な岩盤で、地球をリンゴに例えるなら川のようなもの。それでも大きな地球の川となれば、厚さは 100km に達する場所もあるほどで、日本は4枚のプレートが衝突するところに位置しているため、地震の発生率が極めて高いのです。また、日本は人口密度が高いため、震災による犠牲者が多くなりやすく、特に大規模な津波が押し寄せた際は、被害が甚大になります。そのため、国民の命を守るために世界でもひときわ高性能な津波警報システムが開発され、全国規模で活用しているのです。このシステムによって津波警報、津波注意報は迅速に発表され、地震発生から数分ほどで津波リスクがわかる仕組みになっており、地震計が地震発生を検知すると、速やかに気象庁に情報伝達され、津波のシミュレーションが行われるそう。そして気象業務支援センターを通して、電気通信事業者に観測データが提供されます。また、スマホ、携帯からも津波警報のお知らせを受けられるので、例えば沿岸で釣りを楽しんでいるような状況下でも、とっさに避難できるのです。ちなみに総務省が発表していた、情報通信機器の世帯保有率を見ると、固定電話の保有率が徐々に低下しているのに対し、スマホは急上昇しています。実は2019年時点で、モバイル端末全体で見た保有率は 96% を超えており、モバイル端末は肌身離さず持ち歩いている人が多いため、外出中でもいち早く津波警報、津波注意報の通知を受けられるのです。当然ながら、津波による人的被害を最小限に抑えるためには、いかに素早く避難するかが鍵になります。津波は地震発生から数十分後に来るものと考えている方が多いですが、実際は数分後に到達することもありますから、避難行動に移すまでの1分1秒の差が命を左右すると言えるでしょう。だからこそ地震が多発する日本では、津波警報システムの精度が極限まで磨き抜かれており、このシステムが存在するおかげで、日本人は自らが何をするべきか焦らず判断し、冷静に行動できます。さらに人的被害を食い止める要因として、日本人の国民性も無視できません。日本人は決まり事やルールをよく守りますが、これは安全と秩序の維持につながると認識していることに起因しています。つまり、自分一人の身勝手な行動が、周りの多くの人たちに迷惑をかけることを知っているため、避難勧告や指示が出された際は、自ら率先して行動に移すのです。日本がこれほどまで海外から称賛される本当の理由。今回のような大地震が発生した時、周りが避難を始めてから自分も逃げようと考えるのでは遅すぎます。日本人は周囲の反応を見てから、自らの行動を決める国民性があると言われていますが、実はいざという場面では、積極的かつ能動的に行動する気概を持っているのです。国を構成する国民の性質のことを国民性と言いますが、日本が頻繁に大地震に見舞われているのに、震災の被害を最小限にとどめられるのは、まさしく日本人の国民性のなせる技でしょう。また、日本で大地震が発生すると世界各国の首脳たちから支援表明が相次ぐそうで、今回の能登半島地震も例外ではありません。さらに海外の一般の人たちからも、日本人を称賛する数多くの声が寄せられていました。というのも、海外諸国では大地震の発生を機に、略奪や暴動が起こるケースが少なくありません。海外において災害発生時には、ここぞとばかりに他者の財産を奪おうとする者が現れますが、日本ではこのような震災に伴う窃盗や詐欺はほとんど起こらないのです。これは日本人の共感性の高さを示す現象であり、自分がされて困ることを他者にしてはいけない、という道徳性が根付いているからでしょう。今回の震災に関しても、日本人の常に冷静さを欠くことがない姿に、海外から称賛の声が集まっています。このように日本人にとっては当たり前の振る舞いが、海外では考えられない対応であり、だからこそ世界の人たちが日本人の姿に驚愕しているのです。多くの外国人は、もし自分が大地震の被害に遭ったら日本人と同様の行動は取れないだろうと語っています。そして、動揺して理性を保てなくなり、
冷静な行動などできないという意見も目立ちました。現在はインターネットコミュニティが発達し、世界各国の人々が重大ニュースを瞬時に共有できる時代であり、事実インターネットが普及してから日本への注目度が飛躍的に向上しています。今回の大地震を受け、世界各国のメディアは瓦礫の下敷きになる人々、お土産店で買い物する人々の姿などを報じていますが、どのような状況においても冷静さを失わない日本人の姿が高く評価されているのです。令和6年能登半島地震発生後の様子はBBC を含め世界各地のメディアが公開しました。例えば金沢駅構内にあるお土産店の映像では、大勢の買い物客の姿が映し出されましたが、彼らは慌てることなく冷静に対応しています。最大震度7、マグニチュード 7.6 の大地震が起きた瞬間の店内は、商品が落下、散乱するほどの被害を受けていましたが、そのような状況においても大勢の買い物客は取り乱さず、パニックを起こすこともなく、秩序は乱れなかったのです。また能登半島地震の恐ろしさを伝える動画には1600万回を超える再生数に達したものもあり、ここには1万件を超える応援コメントが寄せられました。コメントの内容は被災地の人々を思いやるもので、日本人の冷静な判断力を称賛する声、建物を守る優れた耐震技術を褒めたたえる声などが大半です。大地震を経験した国には世界中の人々から共感同情の声が寄せられます。これは今回の被災国である日本にも言えますが、日本が他国と異なるのは被災のたびに海外からの評価が高まるという点でしょう。このような国は世界でも極めて珍しく、だからこそ日本は一目置かれる存在となっています。そんな素晴らしい国家を形成する一員であることは、私たち日本人にとってこの上ない誇りと言えるでしょう。それでは今回のニュースに対する海外からの反応をご紹介します。日本人は文明的だし、他人の気持ちを配慮できるのが素晴らしい。このような状況でも利己的にならず理性的に判断して行動できる日本人に感動したわ。なんて悲しい出来事だろう。被害に遭った人たちのことを思うといたたまれない気持ちでいっぱいだ。日本の文化は特異で模範的だと言われているけど、今回の映像を見て痛感させられたわ。日本は文化面で間違いなく世界トップレベルの先進国だろう。思考や行動に一貫性があって、どんな状況でも取り乱さないのが称賛ものだ。あれほどの揺れを体感しながら冷静さを保てるのは、建物の安全性、耐震性能に自信を持っているからだと思うわ。みな冷静に行動しているわけではなく、ただ躊躇して動けなくなっているだけだろう。私は日本在住のアメリカ人だけど、日本の津波警報システムは素晴らしいわ。津波の発生リスクに加えて高さの予測、避難方法なども教えてくれるもの。あれほど大きな地震に遭遇しても日本人は皆冷静だ。冷静でいることが安全な行動につながると認識しているのだろう。全ての日本人が模範的に行動できるわけではないわ。映像に映っていないだけでパニックになる日本人も大勢いるはずよ。日本人は本当に教訓を生かすのが得意で、同じ過ちをしない、適切迅速な避難対策を見ていると、東日本大震災の教訓が見事に生かされていると実感できる。海外からのコメントを見ると、日本人の他人を思いやる国民性を称賛する声が多く見られました。あれほど巨大な揺れに見舞われてもパニックを起こさず、また他人に迷惑をかけないよう冷静に行動する姿を見て、多くの外国人が感動しているようです。日本は文明、文化面の成熟度において最も優れた国の一つと言えるでしょう。 BBC が能登半島地震の被害、そして冷静に避難する日本人の様子を報じたことで、世界中の人々が日本の実力を再認識しました。日本は大地震に見舞われるたびにより強く生まれ変わってきた国であり、世界の首脳たちの対応を見ても日本という国がいかに世界から信頼尊敬されているのかがわかります。津波の危険をいち早く通知する津波警報システム、いつ何時も落ち着いて行動できる日本人の国民性など、日本に対する称賛の声はとどまるところを知りません。今回の震災は犠牲者も多く、非常に胸が痛い出来事でした。私たちは能登半島地震による被害を決して忘れてはならず、さらなる災害に備え、今後も震災について理解を深めるべきでしょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひとも高評価、チャンネル登録をして次回の動画をお待ちくださいませ。